はい、ゆめです。こんにちは。どうもどうも。はい、大変遅くなりましたが、トゥデイの紹介をお届けします。今回紹介するのはですね、3月の26日から4月2日まで1週間限定のですね、はい、超レアな珍しいトゥデイになりますね。ちょうど35周年のねイベントが終わって、それからその次のイースターのイベントが始まる、ちょうどそのイベントとイベントの端境期にあたるですね、はい、6日間だけ限定の、はい、すごくミニマムな小さなトゥデイになります。はい、今回表紙はデイジーですね。なるほど。トゥデイの D のところがハートになってて、なんかデイジーの下ベロみたいな感じになってますよね。はい、じゃあ最後には隠れミッキーの紹介になります。じゃあ中面の紹介いきましょう。はい、中面いきます。中面開くといきなりもうこれショーパレのねスケジュールなんですよね。すごいですね。さすが4面しかないから、もう伝えることが本当に少ないみたいで。はい、こちら1週間なんですけど、はい、ドリーミングアップは1日1回15時でしょ。で、E パレは19時で固定ですよね。で、こちら、セレブレートは1日2回と。レッツパーティグラも1、2、3、1日5回抽選ね。ワンマンも1日5回抽選と。で、終わりですね。でね、この花火、ディズニーライトザナイト、これがですね、ブランニュードリームが終わって次の新しい花火っていうことでニューとかついてもいいんだけど、はい、特にないんですよね。この花火の扱いがなんか寂しいというか、なんでこんな扱いなのって感じがちょっと個人的にはしてしまいますね。あとね、ちょっとだけいいですか。ね、このワンマンの写真を見てほしいんですけど、このワンマンの写真見てください。このミッキーミニーのお顔は古い顔ですよね。いわゆる平成顔っていうんですか、舞浜顔っていうんですかね。新しい顔がね、新元号の令和、はい、この令和元年に新しい顔になったので、まあ今の顔を令和顔っていうんだったら、もうこれはあえて言うと平成顔なんですけど、はい、ここにですね古いお顔が使われています。すべてのショーパレとか、ポスターとかバナーとか、もう新顔、今のね、令和顔、新顔に差し替えられてるんですけども、ここはね、旧顔が残っていますね。一個言いたいのが、ハワイにアウラギっていうリゾートがあるでしょ？で、アウラギのホームページにね、なんか突然、旧顔のミニーのね、なんかバナーというか写真がどうやらアップされたらしいんですよね。で、それを受けて、アウラギでは旧顔のミニーが復活かなんていう風にね、なんか噂が流れて、で、俺からしてみたら、海外は新顔旧顔関係なく、ね、ミニーが出るんだったら入ってて、その写真を普通に使うので、向こうの方はですね、そんなの新旧関係なくね、意に返さず普通に使うので、はい、そんなところで古いミニーが出てきたってね、当然出てくるのは新顔に決まってるわけで、だからね、そんなところでね、旧顔のミニーが使われたぐらいでね、復活かなんてね、もうそんなことはね思うわけもなく、はぁって感じなんだけど、はい、だったらこれだってさ、このワンマン旧顔だからさ、じゃあ旧顔でワンマン出てくるかって思う？思わないよね。それと同じです。なので、アウラギの写真が旧顔になったからといってね、いちいちそんな発想は、はい、しない方がいいと思います。はい、続けて裏面いきます。はい、ランダムトゥデイ、続けて裏面です。裏面はですね、なんとアプリの広告と、はい、そしてリゾートインフォメーション、はい、こんだけで終わりですね。よっぽど言うことないんかいって感じだけども、もうちょっと封筒とかグッズの紹介とかあっても別にいいのにと思うんだけどもね。うん、アプリね、アプリもうちょっとなんかね、まあ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 いいや。はい、はい、続けて裏面のグッズ封筒紹介いきます。はい、グッズ封筒紹介いきます。今回縦長なんだよね。はい、こんな感じです。かなり変則的な感じですね。縦半分でズバーンと切れてるので、左半分、右半分の順番で紹介していきます。はい、まずは左半分。こちらですね、先月から突然プロモーション始まった、このね、謎のプロモーション、バターカップっていうのをですね、なんかトイストーリーに出てくるこの馬だかロバだかポニーだかをですね、なんか突然グッズ化して大フィーチャーしてますね。これ何があったんだろうな、これ女の子なんだよ、これ今流行ってるのかな、なんだかわかんないけど、なんか流行らせようとしてますね。はい、いろいろなグッズがパークで売っててね、
最近よくつけてる女の子よく見ます。はい、そしてこれオスロで嬉しいシャーペンシル、文房具だね。まあ新生活新学期始まるからね。だから突然プロモーションこれも始めましたね。これ何、クルトガって何、くるくる回って常にシャーペンの芯がとんがり続けるってこと、クルトガっていうのかな。おお、今風だね。これは何、デルガード、全然わかんない。まあこういうシャーペンのボールペンがあるようですね。そしてキーチェーンコレクションね、キーチェーン4個セット、ふわもこだよ。あとペア、まあそうだね、まあ学生で付き合い出してる人いいかもしれないね。そしてこれキーチェーン自転車ロッカーの鍵におすすめ。なるほどね、まあおおって感じだね。そっか、個人的には手首にグイッとねつけれる長いロングストラップが好きなんだけどもね。はい、でもまあカバンの中でね鍵とかなくしたりするから、こういうのね、つけとくと多分いいよね。だって自転車やロッカーで書いてるから、もう本当にもう学生を狙ってますよね。そしてこちらは、お菓子ね。お土産屋のおすすめお菓子をチェック。はい、エビセンゴーフル、アソーテッドクッキー。はい、いろんなお菓子が、はい、紹介されてます。続けて、リボンのカチューシャ、やっぱり可愛い。そうだよね。このリボンカチューシャは確かにいいんだよね。ちょっと斜めになってるのが可愛いよね。はい、あとは普通のノーマルカチューシャ紹介あります。完全やっぱ学生狙ってるね、この辺。やっぱファミリーとか狙ってないですね、今回は。はい、続けてですね、こちらディズニーイースター2019、ちょっとフライングで始まってるんですけど、イースターは4月の3日から始まるんですけども、フードはね1週間先行で、はい、早く始まってるんですよね。でそれで今回はですね、このフードの方でもなんかね、エッグハント、食べ物でエッグハントをね、なんかやってるんですよ。で、しかもデジタルのね、スマホを使ったね、なんか、スタンプラリーのようなものもやってるんですよね。はい、これは何かというとですね、まず、このイースターのフードメニューを、はい、3食食べてみようっていうプロモーションらしいですよね。はい、こちらに書いてあるんですけども、ディズニーイースターならではの卵をモチーフの、はい、メニューを食べて、エッグハントに挑戦しようと。隠れてるイースターエッグにたどり着けるかなと。ね、これ見ていくと楽しみ方。対象メニューを食べて、はい、メニューの写真を撮る。はい、特設ウェブサイトに写真を掲載すると。で、これを3回やると、エッグハント成功と。はい、これが面白いのがですね、見てください。3回繰り返すんですけど、これ面白い。来場中に限り利用になります。つまり、その日1日しか有効じゃないんですよね。だから、インパークしたら3食絶対食えってことなんですよね。おーって感じ。はい、じゃあ見ていきましょう。じゃあまあやるやらないはさておき、このイースターのね、このフードを紹介していきます。まずこちらはね、ヒレカツサンド。お、ヒレカツ好きだからめっちゃこれ楽しみ。65番、65番ね、ウッドチャックね。そっか、ウッドチャックヒレカツなんだ。これはいいよね。俺、前線のね、ヒレカツサンド大好きなんで、これはめっちゃうまそうだな。この横はね、スパークリングドリンクね、アップルシロップ、マスカットゼリー。これ4カ所で売ってますね。47が、はい、ボイラールームバイツ、65が、アウトチャック、94が、キャビネフックスギャレー、113が、ヒューディーリーのグッタムカフェね。そっかそっか。まあ、俺はスラスラってわかるけど、ちょっとね、パーク慣れてない人はこれじゃわかんないかもね。ごめんなさい。94。キャプテンフックスギャレーではコースターが作れるのね。で、このスクランブルエッグ。これは74番。これは、グランマサラキッチンね。あ、グランマサラはこれぜひ食べたいね。これ、いい、かわいいよね。卵パカッと割れてるとこがめっちゃいいですね。これ確か、1年前か2年前もあったよね。めっちゃうまかったです。はい、そしてこちら。これは卵型のパオだって。おお、パオ好きとしたら食べたい。しかも、カツサンド。エッグ&ソーセージカツ。これどこ ?113。あ、これヒューディー類ね。おー、なるほどね。でもヒレカツも背がたいな。これは迷うな。この横は牛カルビライスボール。これはプラズマレイズダイナーだね。これおなじみだね。これはいつのメニューなんだけど、卵が使われてるか、まあ、イースターの、まあ、メニュー。イースターっていうか、まあ、エッグハンドの対象ってことね。はい。あとこのお菓子ね。お菓子もこれ卵の形をしてるから、まあ、対象メニューってことか。なるほどね。ちょっとお菓子を端取ります。そしてこれは何だろう。ああ、またムースか。まあまあまあ。これどこだ ?20。あ、スイートハートカフェね。はい。この横もこれもね、ケーキね。
ピーチクリームケーキ。はい、これもスイートハートカフェね。そしてこの横、なんか花みたいな、これサンドだね。スプリングタイムサンドイッチって、へぇ。エッグポテトサラダ、シュリンプ。あ、これもそうだね。これもスイートハートカフェだね。このスーベニアもスイートハートカフェね。そしてこちら、牛カルビライスコーンがなんとオムライスになったんだって。これはガゼーボだよな。へぇ、なんか牛カルビライスコーンなんか定番メニューになってきたね。そしてこちらはスペシャルクレープ。これは、カフェオーリンズかな ?38 だから。はい、カフェオーリンズね。プリンのクレープね。この横は、これなんだ。17番サンデー、これどこ?あ、アイスクリームコーンね。はい、あとはワゴンでもちょっとなんかお菓子売るみたいですね。なるほどね。今回メニューいい。いいよいいよ、これ。やっぱ卵モチーフなんで、どれもなんかいいね。うまそう。はい、個人的にはね、このね、ヒレカツサンドとね、それからグランマサー、やっぱこれ気になるね。そしてこの卵型のパワーのこのサンドイッチも気になるし、あとこのね、オムライスの牛カルビコーン、これもいいね。はい、このね、気になります。はい、あとは、イースターとは別の定番メニューね。まずこれは、リフレッシュメントコーナー、そっか、35センチサンドが終わって、チーズドッグ、はい、定番メニューになりました。あと、カルツォーネ。カルツォーネもこれ美味しい。熱々美味しいんだよね。ほんで、ピザ。俺が好きなキャプテンフックスギャレーのピザ。サラミピザが増えたね。これはでもあれだね。いつはスモールワールドやってた、あのピザのこれ復刻版だね。ということは、でも俺が好きな、あの、ベーコンとパイナップルは、でも残してくれてるよね。きっと残ってると思います。はい。こんな感じかな。35周年メニューからそのままテーマメニューになったのがあるのがちょっと嬉しいね。はい、こんな感じです。以上1週間限定のトゥデイ紹介でした。続けて最後にはですね、はい、隠れミッキー紹介します。はい、最後は隠れミッキー紹介です。今回は簡単でした。めっちゃ分かりやすい。ズズズズーっと、はい、こちらでーす。はい、ここにミッキーシェイプになってますね。これは簡単だった。はい、以上4月2日までのトゥデイ紹介でした。4月3日からはいよいよイースターが始まります。じゃあイースター始まったらまた後で紹介しようと思います。それじゃあね、バイバーイ。